はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日はすごく買ってよかったもの、便利なものを皆さんにシェアしていこうと思います。全部で10点あるので楽しんで見ていってくれたら嬉しいです。それでは早速スタート。まず一つ目がトフィーのハーフサンドメーカーというアイテムです。値段が税込み4950円です。私は楽天で買いました。で、値段に関してはサイトでそれぞれこう価格差があるとは思うんですけど、私が買った値段をお伝えしますね。だいたいホットサンドとかって食パン2枚使ったりするホットサンドメーカーが多いと思うんですけど、これはね、1枚の食パンを半分にパカッとサンドしてくれるものなので、1枚で出来上がるのがいいなと思って購入しました。ハムとかソーセージとかチーズとか何でもいいんですけど、自分が好きな具材を入れてポトって挟むだけ。あと、いちごを入れたりクリーム入れたりチョコを入れてウータにおやつをね作ったりとかするのにもすごく便利です。カラーがアッシュホワイト、ペールアクア、シェルピンクがあるんですけど、私はアッシュホワイトを購入しました。このマカロンカラーがすごく可愛いです。で、見た目もフォルムもすごく良くて、立ててスタンドもねしておけるので、そのままキッチンに置いておいてもインテリアとしてすごく可愛くなりとっちゃうので、その見た目も可愛いっていうのがおすすめポイントです。で、こちら食パンは8枚切りから12枚切りの食パンだったら何でも挟めます。ただ6枚切りとかになっちゃうとパンパンになっちゃうので、8枚切りから12枚のものは推薦されてますね。1枚食べきりサイズでできちゃうっていうのが魅力的なホットサンドメーカーでした。ということで、2つ目がプランタースタンドです。これ楽天で買って1枚2750円税込みです。観葉植物とかを載せておけるキャスター付きプランターっていうのは以前もね動画で紹介したことがあるんですけど、今回はナチュラルで可愛いものを見つけたので紹介します。私は幅30センチタイプで円形のものを使っています。こちらキャスターがついてるんですけど、キャスターは隠しキャスターになっていて見えないデザインになってます。で、見た目もすっきりで、キャスターは360度移動が可能なので、いろんな方向に移動しやすくて、これの何がいいかっていうと、お掃除とかするときに重いものも軽々スイスイ移動できるっていうのがとてもとてもメリットだし、掃除も面倒にならないので、これをよく活用しています。前紹介したやつはね、こちらに大きい観葉植物があってそちらに使ってるんですけど、こちらは新たにモンステラちゃんが増えたので、モンステラちゃんの下に使ってるのと、ワンちゃん用のねペットロッカーっていうのがあるんですけど、そのペットロッカーを置いている下に使っています。色もね何色かあります。チェックしてみてください。ということで、次こちらもねもう買って感動したんですけど、キャンドルウォーマーランプというアイテムです。これ楽天で買って7983円、ちょっとね高いなと思ったんですけど、下のプレートが大理石で高級感がすごくあるキャンドルウォーマーランプです。このキャンドルウォーマーランプって何か分かりますか？ずっと私ね、なんだろうこれって思ってたんですよ。火を使わないキャンドルスタンド、と思ってて、これがねハロゲン電球の熱でキャンドルを温めて溶かすことで香りを楽しむことができるというものなんですよ。なので火を使わずにキャンドルのアロマの香りを楽しめるので、とっても安心して使えるというアイテム。寝室に使ってるんですけど、キャンドルとかだと消し忘れてしまったらすごく危ないし、布団の布とかがね火にね燃え移ってしまったら危ないですよね。あと子供がいたりとかすると。ただこれを使うことでキャンドルに火をつけずに香りも楽しめて、本当に幻想的でろうそくが灯っているかのような光を出してくれます。私が使っているのは高さが33センチ、このプレートの部分が 14.5センチ×14.5センチ のものを使ってて、これ自体その本体とハロゲン電球とあと保証書がセットになっていて、アロマはもう別なので自分で買ってセットで使います。で、このキャンドルも電気までの高さ15センチは必要なので、キャンドルの高さっていうのも決まっていて、これもね13センチ以内のキャンドルを使っています。多分私が使っているものじゃなくていろんなタイプがあると思うので、キャンドルの使用できる高さっていうのはランプに合わせて使った方がいいと思います。あと間接照明にもなるし、くるくるとボタンを回すだけで調光も可能なので、寝る前にアロマを楽しんで間接照明としても使っています。続いてもね、ほんとこれもねめちゃくちゃおすすめ、買ってよかったっていうアイテムなんですけど、ブルーフィールというメーカーのモンタンというねコードレスハンディクリーナーです。これねテレビで見て速攻買ったんですけど、値段が楽天で 16,940円税込みです。なんかねちょっとさっき軽く見たんですけど、もうちょっと最安なところで探せばこれよりも安いとこがあった気がします。
で、これの一番の売りはこれ自体 550g というとっても軽量で、 iPad も持ち上げられちゃうぐらい超強力な吸引力っていうのが売りなんですよ、これ。私なんかテレビ通販かなってぐらいすごいゴリゴリのしてるんですけど、本当にこれ買ってよかった。私は脱衣所に常にスタンドしていて、気になる髪の毛とかを吸ったり本当に気軽に使えるので、ちょっとなんかソファーの隙間気になるなっていう時はヘッドを変えて隙間を掃除したりとか、超気軽に使える。付属してるアタッチメントも様々に対応できて、隙間ノズル、中継用ノズルの A と B っていうのがあって、フローリングの掃除機としても使えちゃいます。で、継続で使える最大時間が30分です。で、細かいね、ホコリとか細かい毛までしっかり吸い取ってくれるので、ストレスなく使えるので、お家で使うのにも車内のお掃除にもすごく最適だと思います。デザイン性もすごく抜群でシンプルなので、もうそのまま出しっぱなしでスタンドしてあります。ということは本当に気軽に掃除ができて、ホコリも溜めにくくなるので、お掃除用品は出しっぱなしっていうのが一番いいですね。なので置いといてもストレスにならない、自分が見た目が気に入るもの、そういう基準で掃除用品は選ぶといいと思います。そして次、ウルンラップっていう、楽天ショップをよく見る人はあれ見たことあるって思う方も多いと思うんですけどね、これガラス製のかかとヤスリなんですよ。皆さん、かかとを見せるのに自信がありますか？かかとがカサカサしやすいとか、魚の目ができやすいとか、足の裏見せる自信がないっていう人、ぜひこれ使ってみてください。でね、まずなんでかかとって乾燥しやすいのかっていうと、かかとって皮脂を分泌する活動を行わなくて、なので乾燥もすごくしやすいし、あとリンパも滞りやすい場所なので、ターンオーバーも遅いんですよ。なので角質が溜まりやすいし、あとはかかとを守ろうとして角質がどん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 分厚くなっていって、ひび割れちゃうとか、カサカサしちゃうとか、白くなっちゃうとか。角質が分厚くなると保湿をしても保湿の成分が行き届かないので、保湿してもしても意味がないんですよ。っていうことは、こういうかかとヤスリで定期的に角質を落としてあげて保湿するっていうことをやらないといけない場所なんですよ、かかとさんは。なのでそういったかかとケアにとってもぴったりなアイテムです。で、普通のかかとヤスリと違って 0.01 ミリ単位のもう精密加工をされているものなので、削った後もすっごい滑らか、つるんとします。かといってこういうのって削りすぎたら良くないので、程よく削るのがいいんですけど、やり方としてはお湯に浸かった後にちょっとふやかした状態で使ってあげてから保湿をして、足の裏とかもついでにね、マッサージとかしてあげるとリンパの流れも良くなって、本当に足の裏がピッカピカ、つるんつるん、綺麗になります。で、これはあんまり毎日やるものじゃなくて、本当気になった時とか週に1回とか2回とか、それでも多いかなと思うんですけど、私はそれぐらい使っています。角質除去とかは今まで結構粗いもので痩せていたりとか、角質がめくれるタイプのなんか足裏パックみたいなのがあるじゃないですか、あれをやってたんですけど、あのパックって剥けるまですごく時間かかるし、剥けてからもなんか汚らしくて気持ちいいけど、なんか嫌だなって思って、あんまり使いたくないなと思って、最近パックは卒業してこれを使ってケアしています。使ったらね、ほんとびっくりするので、ぜひチェックしてみてください。続いてこちら、 Amazon で購入したんですけど、 3-in 充電ケーブル、値段が1599円、税込みです。プライム会員なのでちょっと安いのかもしれないですね。私はピンク色を買ったんですけど、他にもね、グリーンがありましたね。このケーブルの部分がシリコンになっていて、すごい耐久性がある作りになっているみたいです。で、3-in なので iPhone に使えるものと、マイクロ USB と Type-C の 3-way になっている充電器です。で、ただこれだけだったら私買わないんですけど、出力が 2.1 アンペアで急速充電ができます。携帯とかも結構あっという間に充電が止まります。同時に使えるかどうかは分からないんですけど、同時に使うのかな。あとはこの巻き取り式なんですよ。なのでケーブルがごちゃごちゃと絡むこともなく、使わない時は短くしてまとめて持ち運びもできるし、5段階調節ができて 30cm、50cm、70cm、90cm、 最大 120cm まで伸ばすことができるという、めちゃくちゃ多機能な充電器じゃないですか。もう持ち運ぶこともさ多いから、使わない時はこんな感じでコンパクトにして、ちょっとポーチとかに入れて持っていけるし、なんせ見てこのピンク色、可愛くないですか。こういうちょっと明るめのピンク好きなんですよね。これめっちゃ便利です。
次ちょっと充電器類になるんですけど、電源タップです。これが Amazon で2280円税込みでした。これ全部一体式になっているもので、コンセントが3口1400ワットでプラス USB が4口あって、合計最大 3OV15.4A。 ちょっとこれよくわからないけど、とにかく急速充電ができるらしいです。でこれの一番すごいところは、コンセント1つしかないだけど充電器2個挿したいっていう時とかにすごく便利じゃないですか。ちょっと旅行した時に持っていくのにも便利だし、リモートワークとかが増えてると思うので、自宅のデスクにこれ1個あるとすごく便利だと思います。であとこれ何がすごいかっていうと、スマート IC 搭載がされていて、 iPad の充電とか Android の充電とか一気に挿したとしても自動的に識別をしてくれて、それぞれに最適な出力でお任せ充電っていうのができるので、一気に充電するの不安だなとか、なんか合わないもので充電しちゃうといろいろ心配じゃないですか。熱くなりすぎたりとか、逆に全然充電しなかったりとか、けどそういうことがなくお任せで自動でね充電できるっていうのがいいなと思って使っています。続いてがですね、キッチン周りのものになるんですけど、じゃあこちらの Amazon で購入したんですけど、コウロっていうところの木製ロングスプーンです。これ2本セットで1550円税込みでした。ナチュラルな木製のスプーンで33センチのロングタイプで、すごく使いやすくて、なんといってもね質感、この木製のナチュラルな木が手にすごく馴染む、そして耐熱性にも優れているので、炒め物から煮物から鍋物のスープとか和え物とか取り分けるのにも使えるし、調味料を入れる時もすごく使いやすいし、瓶物から何か移す時とかもこれだと瓶に入る大きさなので使いやすいです。で次がこちらも木製のものなんですけど、ヒコリアっていうところの木製マドラーです。20センチで2本セットで990円税込みで Amazon で購入しました。これはブナの天然木らしく、ウレタン塗装もしてあるので汚れにくいです。なんかマドラーをずっと探していたんですけど、一般的なステンレス製のマドラーとかそういうのよりもなんかこういう木製のものがいいなって思ってたどり着いたのがこちらです。これもコーヒーカフェラテ作ったりとか、あとは合わせ調味料を作る時とかドレッシング作る時とかもこれを使っています。これもね細長いスプーンになっているので、瓶の具材も取りやすかったり、かき集めやすいので、マドラーだけじゃなくて調理する時にもよく使っています。そして最後がこちらのボンザル、竹ザルっていうのかな、古き良き日本の道具っていう感じですよね。今年に入って買ったんですけど、これがないと料理が進まないってぐらい活躍してくれてます。私が持ってるのは33センチのタイプと20センチのタイプのものを持っていて、いろんな形いろんな大きさがあるので、もうちょっと集めておしゃれに使いこなしたいなと思っているところなんですけど、すごく使いやすくって、滝で編み込まれているザルなので水切りがよくできるのと、あと乾きやすいです。そして軽いので扱いやすいし、割れる恐れもない。これも長く使えると思います。でこれは洗った野菜を一時的に置いといたりとか、あと鍋物するときにお野菜を置いといたり、あとは竹なので湿気がねこもらないので、焼きたてのパンとか置いとくのにもすごく最適です。あとは水切れがねよくできるので、そばとかうどんとかをこれにのせて食卓に並べるのもおしゃれです。なのでね、ちょっといくつか欲しいんです、これしかないから。ということで今日は最近買った便利だなと思うアイテムを10個紹介してみました。この動画が少しでも参考になったよ、楽しかったよと思ってくれたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。